おはようございます。速稼塾の久保です。いよいよ FX のこのね、毎日の相場解説も今週が最後ですよ。で、今週で儲けられなかったら今年の収益はこれで確定でございます。皆さんいかがだったでしょうか？儲かりましたか？力はついたでしょうか？継続こそ力なりと言いますけども、さすがにね、1年とか2年毎日やってればこれはね、力つきますよ。だからやってない日があったなーって方は、残念ながら勝ち越すことができなかったんじゃないかなと思っております。しっかりと毎日続けること、毎日続けるんだったら1日5分とか10分で十分だと思います。その5分10分が1日をね、意識させると思いますんで。じゃあ今日も行ってみましょう。 FX ね、すごいですよね。じゃあ週が明けたんで週足からいきますよ。これご覧になってもう分かりますか？私の言わんとしてること、同じですよ。ずっとこういうふうにやってますよね。こうやって同じ、本当に毎日地道に同じことやってるんですよ。で、マーケットは下のフェーズに入ったでしょ。移動平均線は相変わらずこっちに広がってるでしょ。だからセルでいいんですよ。ね、次デイリーです。はい、デイリーなんですけども、この流れ相変わらず同じですよね。こういうふうにね。だから右肩上がりのセルと、そしてこちら下に広がりつつあります。強いセルの力が働いてるってことですよね。で、現在ですね、一番こっちの陽線なんですけども、大きく上髭出してます。ですので陽線は普通上の方に向かう線なんですけども、同時に下の方に押さえつける力も入ってるってことなんですよ。どんどんね、セル売りの勢力が強くなってるってことも見て取れます。4時間いかがでしょうか？上昇した分下降してるでしょ。このことですよ。上昇した分半分くらい急に売りの勢力が入って、上髭を出した陽線、そして陰線という形になってきます。下に行くんじゃないですか。これは流れとしても右肩下がりですよね。ここまでレンジでこういったのやりませんでした。こうなってこうなってこういくやつ、これ FX の基礎講座の坂田五本の中にありましたよね。こういう動きですよ。課題で出てましたよ。はい、じゃあ1時間見てみましょう。私たちが取引するのは1時間です。さあどうですか？どっちに向かってるように見えます？これ横ばいになるかもしれませんけども、こっから上昇するのか、それとも下落を迎えるのか、どっちだと思います？全ての時間軸は売りでしたよね。ですんでこれ買いに向かうこともあるんですけども、売りで入るっていうのが、第一目標といいますかね、まず思い浮かぶことです。ここに大きな引きが出てますから、大きな売りの勢力がここに控えてるってことになります。仮にこれが上昇して買いに向かっても、ここですぐに叩きのめされて下に行くってことを暗示してるわけですよね。ですのでエントリーするとしたら、セルしかないですよ。もう今年はずっとセルじゃないですかね。その基本姿勢を壊さないようにやっていけばいいと思います。さすがに102円台にはいかないと思いますけども、103円、今ね、103円の270とか、あの辺でしょ？ 300 とか。これが104円の方に行くことは、考えられないんじゃないですかね。ということで、全体像を測りまして、月曜日の相場解説させていただきます。明日以降、どこでね、しっかりと利益が取れるのか、本当に貴重な一発になってきます。1週間になってきます。今年も本当にありがとうございました。お疲れ様でございました。